はい、猫の鉄板工場さんでパンを買いました。いつもね、ほとんど全種類買いますが、明日もお店10時からやられてるということなんで、大阪帰る前に、ちょっと寄っていこうと思います。そこで、行儀悪いんですが、もう、僕は一番に大好きなのは、クロワッサンなんですよ、焼きたてで。しかもちょっと小ぶりで、でバターの香りもしてすっごく美味しいんですが、なかなか出てこない。あ、出てきた。これちょっとピシャってしてしまった。あ、お客さんや。観光客の方が多分猫の鉄板工場行くんでしょう。そこしか見せないですかね。あと陶芸の店あったけど、はい、こういう感じですね。ちょっと一口いただきます。道間違えた。美味しい。すごいふわふわ。サクサク。その他も7種類ぐらい買いましたけど、あと、B&B で、バン食べます。うん。いつも晩の楽しみで買ってますので、ただ、買ってすぐ、クロワッサンだけはすぐ食べます。すごく美味しいから。それで、店の人に聞いたら、ホームページがあって、お取り寄せもできるんですけど、今は来客の方がすごい多くなって、多分コロナ、落ち着いたからやと思いますが、ちょっとそっちの方まで手回らないんです言ってはったんですけど、またホームページもチェックしようと思います。うん、本当はね、あそこから線香で行けるの知ってるんですけど、電動自転車借りて踏切の向こうに鍵つけて止めてるんで、放置したままはちょっと具合悪いんでね、借りてるもんなんで。あれでロープウェイのとこまで行って、線香で行ってみたいと思います。うわぁ、曇ってたけど、天気良くなってきた。はい。そしたら一旦、動画止めます。ではでは。